皆さんこんばんは、ネイル .com です。今日はですね、簡単な白グラデーションのやり方をやっていきたいと思います。はい、まず今日使用する商材はこんな感じです。フレンチ筆の先端の部分にクリアホワイトを取って爪に塗っていきます。フレンチ筆を使うことによって根元の部分をですね、バランス崩しながら塗っていくことができるので、グラデーションの時に根元の部分が揃いやすい方とかにはフレンチ筆かなりおすすめになっております。今回やっているやり方はですね、量を少なく取っておりますので、先端から根元にかけて塗っていくと根元の方はグラデーションになりやすくなっております。一度塗り目はね、映像で見てもらえばわかるように、濡れてるか濡れてないかなぐらいの感じの色味で全然大丈夫です。何度か重ねてグラデーションにしていった方が綺麗に見やすいです。ライトに入れて硬化します。二度塗り目なんですけれども、二度塗り目も同様に行っていきたいと思います。先端の部分はですね、なるべく隙間がないようにムラなく塗っていってあげてください。根元の部分はフレンチ筆の尖ってる部分を利用しながら下ろしていってあげると綺麗なグラデーションに見えやすいと思います。ジェルとジェルの境目がちょっと目立ちやすいっていう場合には、映像のようにね、タップをしながら下ろしていってあげた方がごまかしやすいかなと思います。優しく優しくね、筆を寝かせても立たせてもどちらでも大丈夫です。自分のやりやすい方でやってみてください。先端の色味少し引っ張っちゃったなって思ってしまった場合には、何度かこの行為を繰り返して行うようにしてください。ではライトに入れて硬化していきます。次に使用する筆はこちらのエースジェルのカラー筆、こちらを使って少量ジェルを取ります。先端から根元に向かって色を埋めていきます。正直すっごい綺麗なグラデーションにしようとは思わなくても大丈夫です。この後表面にラメをのせるので、ラメの光の反射とかによって結構ね、綺麗なグラデーションに見えたりする部分もあるので、大まかでも大丈夫なのでグラデーションにしていくようにしてください。はい、ではライトに入れて硬化していきます。はい、先ほどと同じ行為をもう一度繰り返して行っていきます。先端から根元にかけて色をのせていく感じです。先端の部分がね、濃いような感じで色がついてくれば大丈夫です。この工程では色味が足りない箇所に色味を足してあげるっていうことをイメージしながらやってみてください。はい、それではライトに入れて硬化していきます。硬化をしている間にクリアホワイトのジェルを片付けてラメパウダーを出しておきます。ミキシング状のクリアジェルを筆に取り、チップの上に塗っていきます。グラデーションにしてある部分にだけ塗っておけば大丈夫です。全ての指を同じようにやる場合には必ずこの時点で全部の指にクリアジェルを塗っておいてください。そしたらラメを筆に取ってあげて、薄く様子を見ながらラメを乗せていく感じになります。たくさん乗せすぎてしまうと下のグラデーション全く見えなくなってしまうので、少量ずつをイメージして乗せていってあげてください。少ないなと感じた場合には一度筆についているジェルを拭き取って、ラメも綺麗に拭き取ってからクリアジェルをもう一度筆に取り、ラメを乗せていくようにしてください。クリアジェルの容器の中にラメが入ってしまいますので、ここだけちょっと注意をしてください。こんな感じで薄く乗せます。ライトに入れて硬化します。今日使うトップジェルはこちらのキャンジェルを使っていきます。キャンジェルのね、ノンワイプトップジェルはこういう白いね、カラーをやった時にはすごく使えるものになっております。以前おすすめのトップジェルの方でも紹介させていただきました。ラメの凹凸をなくすイメージでぷっくりとした感じで仕上げていってあげます。先端だったり横だったり、ちょっと指をね、傾けたりしながら見てあげると凹凸が分かりやすいかなと思います。バブルが入らないように注意しながら乗せていくイメージです。何度かこの行為を繰り返すと綺麗になだらかにトップジェルを塗ることができます。こんな感じでできたらライトに入れて硬化していきます。出来上がったものはこんな感じになっております。冬に向けてできるグラデーションじゃないのかなと思います。爪に乗せたらこんな感じです。参考になったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらの残り4本やった動画は LINE ライブの方にアーカイブの方残ってますので、もしよろしければそちらの方もぜひぜひご覧になってみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ネイル .com でした。